インドは1957年に初めてアカデミー国際長編映画賞に映画を出品した。アカデミー国際長編映画賞はアメリカ合衆国の映画芸術科学アカデミーが主催しアメリカ合衆国以外の国で制作され、主要な会話が英語以外で占められた長編映画を対象としている。1947年から1955年までアンピスは アメリカ合衆国内で公開された優れた外国語映画に対しアカデミー名誉賞を送っていた。その際には他の候補作品と競い合うという方式ではなくアカデミー理事会の投票により受賞作のみが選出されていた。サタジットレイは3本の監督映画が代表作品に選出された。カマルハーさんは7本の監督、主演映画が代表作品に選出された。 アーミル・カーンは主演映画4本、プロデュース映画3本が代表作品に選出された。選考委員会はインド映画連盟が任命し、その年に公開された映画の中から代表作品を選出する。代表作品は英語字幕が付けられた後にアカデミー理事会に送付され、選考される。初めて代表作品に選出されたのは1957年公開の マザー・インディアであり最終選考まで残ったものの一票差で受賞を逃した。1984年以降は毎年代表作品を選出しているが2003年のみ他国の代表作品と競うことができる品質の映画が存在しないという理由で代表作品を選出していない。2019年時点でノミネートされたインド映画はマザー・インディア・サラーム・ボンベイ。 ラガーンのみである。2011年に第58回ナショナルフィルムアワード選考委員会はナショナルフィルムアワード最優秀長編映画賞を受賞した映画を代表作品として選出するべきと勧告した。しかし2020年時点でナショナルフィルムアワード最優秀長編映画賞受賞作品が代表作品に選出されたのは第88回アカデミー賞に提出された。 裁きのみである。2007年に、ビルビノード・チョープラーの、イークリベア・ザ・ロイヤル・ガードが代表作品に選出された際、ドムの監督バブナ・タルワルは、選考委員に、イークリベア・ザ・ロイヤル・ガードの関係者であるランジット・バハドゥルが任命されていることから、選考プロセスに不備があったと主張して裁判所に、訴える騒ぎが起きた。この騒動をきっかけに、 インド映画連盟は選考プロセスに関するガイドラインを作成し、競争力のある対策映画の制作及び商業利用に関わっている人物は選考委員に就任することができなくなった。また、代表作品選出後には多額のプロモーション費用がかかるため、小規模な独立系映画は選考において不利な立場にあることが指摘されている。ありがとうございます。